くドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。被害者 D 坂、古本屋店主の細君。発見現場、格子戸で隔てられた店の奥の間。死因、首を絞められたことによる窒息死。争った形跡なし。犯人と思われる男の目撃者2名。はい、格子戸の隙間から遠目で見たので顔までは。でも黒い浴衣を着ていました。いいえ、あれは白い浴衣でした。第一発見者2名。はい、僕と彼です。はじめまして、小林刑事。明智小五郎と申します。D 坂の殺人事件、江戸川乱歩。私が近頃 D 坂の馴染みの喫茶店で知り合った妙な男、名は明智小五郎。私と同じ探偵小説の愛読者だ。歳も私と同じで25を越してはいまい。いわゆる講談師ではないが、愛嬌があり知性的である。もじゃもじゃの髪を指で引っかき回すのが癖だ。その晩も彼は派手な棒縞の浴衣を着て喫茶店にやってきた。いやいやいや、暑いですね。あ、すいません、注文を。おや、窓から何を見ているんです？いえ、向かいの古本屋、ちょっと様子が。店は開いているのに店番が誰もいないのです。留守なのか、それとも奥の間にいて出てこないのか。それは不思議ですね。実はあそこの細君は僕の幼馴染なんですが。ああ、君、冷やしコーヒーを。はい、冷やしコーヒー一つ。あ、ねえ、古本屋の奥さんの話。あの奥さん綺麗だけどちょっと妙なのよ。前に銭湯で見たんだけど、体中傷だらけだったわ。あら、傷といえば古本屋と同じ長屋に蕎麦屋があるわよね。あの奥さんもよく傷をしているわ。ほう、同じ長屋の奥さんが。うん、面白いね。その後、私は胸騒ぎを感じ喫茶店を出た。明智も同じだったらしく、二人で古本屋に向かった。これが殺人事件であれば面白いのだが、そう思いながら。さて、もう遅いし捜査は終わりだ。君と明智君だったね。通報ありがとう。帰っていいよ。取り調べは深夜に及んだ。その間、私と明智は刑事たちの傍らで捜査の報告をいちいち聞くことができた。そして聞けば聞くほど実に不可解な事件であった。事件があったと思われる時間、犯行現場の部屋には男がいた。その時店にいた学生の証言によれば、男は黒い浴衣を着ていました。いいえ、白い浴衣でした。おそらくこいつが犯人だ。だがこの男、どこから来てどこへ逃げた？私は殺人が行われたとされる時間、例の喫茶店から古本屋をじっと眺めていた。だが浴衣を着た男など見てはいない。君、この事件はまるでポーの小説モルグ街の殺人かコナンドイルのまだらの紐だね。ではおやすみ。
私と明智はある横丁で別れた。そしてその時、私は明智の後ろ姿がその派手な棒縞の浴衣によって闇の中にくっきりと浮き出して見えたのが印象に残った。そして事件から10日ほど経ったある日、私は明智小五郎の宿を訪ねた。彼はあるタバコ屋の2階を曲がりしている。おお、君か。お上がんなさい。彼の部屋へ踏み込んだ時、私はあっとたまげてしまった。なんと4畳半の座敷が畳も見えぬほど書物で埋まっているのだ。他の生活道具は何もない。どうぞ、柔らかそうな本の上にでも座ってください。よっこらしょ。それで、その後、例の事件はどうなりました？よっしょっと。実は、あれからいろいろと考えましてね、一つの結論に達したんです。ほう、そいつは素敵だ。私はその目つきに何がわかるものかとでも言うような軽蔑と安心の色が浮かんでいるのを見逃さなかった。詳しく聞きたいものですね。明智君、僕は警察へ訴える前にここに来ました。なぜだと思います？君は覚えていますか？犯人らしき男を見たという学生たちの証言を。男は黒い浴衣を着ていました。いいえ、白い浴衣でした。僕は二人の陳述は間違いでないと思うのです。あれはつまり犯人が黒と白、だんだらの着物を着ていたのではないでしょうか。そう、君があの日着ていた棒縞の浴衣のようなね。そして彼らはこうも言っていました。格子戸の隙間から遠目で見たので顔までは。思い出してください。古本屋の戸には細かい縦の格子がありました。これを通して覗くと奥の部屋、犯人の姿がしましまに見えるわけです。なら見る者の位置によっては犯人の浴衣の白い部分だけ、または黒い部分だけが見えた。というのも不可能ではありません。そして被害者は抵抗した形跡がなかった。きっと犯人とは親しい間柄だったのでしょう。例えば、あそこの細君は僕の幼なじみなんですが。幼なじみで失恋の恨みがあった、そんな動機も考えられませんか？それじゃあ犯人はどこから入ってどこから逃げたか、君は反問するでしょう。でも犯人は店を出入りなんぞしなかったのです。古本屋と同じ長屋に蕎麦屋があるわよね。蕎麦屋です。犯人は同じ長屋の蕎麦屋から被害者のいる部屋に入り、犯行後再び蕎麦屋から出たのです。おそらく蕎麦屋の主人に手洗いを借りたいとでも言ったのでしょう。さらに犯人はその後大胆にも第一発見者として現れ証言までした。誰も発見者が犯人とは思いませんからね。さあどうです、明智君。できるなら君の弁明を聞きたいものですね。なんだいきなり。おい、明智君。いやー、しっけ。君の考えがあんまり面白かったものでね。でもね、君の推理はあまりに外面的で物質的だ。
例えば僕とあの女の関係、恋愛関係も何も、彼女とは小学校へも入らぬ自分、別れたきりですよ。なんだって？だったら着物は、学生の証言は。どこだったかな。ああったあった。君はこの本を読んだことは？ミュンスターベルヒの心理学と犯罪、この錯覚という章を読んでごらん。何？かつて自動車犯罪事件の裁判があった。一人の証人は事件当時道路は乾燥していたと証言、もう一人の証人は道路はぬかるんでいたと証言。二人は共に尊敬すべき紳士で、裁判とは何の利益関係もない。ミュンスターベルヒが切羽した通り、人間の記憶なんて実に頼りないものですよ。どんなに偉い学者でも当てにはなりません。学生たちの証言も鵜呑みにするのは危険でしょう。君の発想はなかなか面白いですが、あまりにもおあつらい向きでできすぎています。一番いい探偵法というのはね、物質的なことより心理的に人の心の奥底を見抜くことです。では君は犯人の見当がついているのですか？ええ、まず君の最後の推理、犯人が蕎麦屋から出入りをしたという点は僕も同意見です。そして最初僕の注意を引いたのは喫茶店で聞いた噂でした。古本屋の奥さん、体中傷だらけだったわ。蕎麦屋の奥さんもよく傷をしているわ。僕は蕎麦屋の主人にいろいろな話を仕掛けて、ある種の連想診断をしました。その上での結論を言いましょう。殺人者は蕎麦屋の主人です。なんだって？一体どんな証拠が？物的証拠はありません。だから警察には訴えられないのです。僕は彼といろんな話をして、その心理的反応を研究しました。そして一つの確信に到達したのです。それは彼が非常なサディスト、残虐色情者だったことです。サド？すると女の傷は？そして古本屋の細君、彼女も彼に大人の飛躍式乗車、マゾヒストでした。二人は貫通していたのですよ。君、もしかしたらこれは合意の上での殺人だったのかもしれません。彼らは日頃そうした趣味を介さない夫や妻との関係に満足していなかった。しかしある日、同じ屋根の下、お互いの探し求めている人間をついに発見した。その時の彼らの心は想像に難くないでしょう。ところがその結果は運命のいたずらが過ぎたのです。これは何という事件だろう。私は明智の異様な結論を聞き身震いした。すると下のタバコ屋のおかみさんが勇敢を持ってやってきた。明智はそれに目を通すとため息をついて言った。はあ、あのご主人とうとう自首したそうです。妙な偶然ですね。ちょうどその話をしている時にこんな報道に接するとは。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。